みんな、たくさんの食べ物に感謝しよう。そして今夜ここに勇敢な若者を迎えられた。感謝しよう。恥ずかしいことです。誇れることなど今までしていないのに。いや、チッポラをエジプトから救い出し、小さな娘たちを守ってくれた。 謙虚なお人だ。誇るということを知らないようだ。壁掛けに紡がれた一本の糸に、デザインのすべて見ることはできない。山の頂に立つ大きな石より大切なものは支えてる石。 どうすれば見えるのか、本当の価値が人の目に見えはしない。人生を神の目で見つめよう。私と踊って。いや、僕は踊れないよ。 砂漠では金よりも冷たい水がいい。羊が頼るのは王様より羊かい。富をなくした人は価値もないのか、それともそれは始まりなのか。 人の価値測るものは大きな体か、稼ぎなのか、施しなのか。その答えは励む者にわかるはずだ。見つめよう神の目で。持ってるものを分け合えたら少しだけれど、みんなに行き渡る心は豊か。 人生を見つめよう。人生を神の目で見つめよう。